れ、みんな近づくんじゃない、爆弾かもしれない。まあ、ビーチを守る警官マルコ、平和を守るためいつも一生懸命。あ、おう、異常なし。パパパパパパレイド。そんなマルコはルルが大好き。マルコ、腕を伸ばして。お安いご用。あ、ごめん。最高に素敵だよ。本当？しかし平和なビーチに危険が迫る。大統領閣下、カルロという男が我々のビーチに建物を建てたのをご存知ですか？心配しなさんな、大丈夫だよ。これはもうぜひうちでやってくれ。ショーを見に来てね。じゃあね、マルコ。カルロってすっごくいい人よね。うわうわうわ、そんな中、マルコの人生も大きく変わり。僕には分かった。このカルロはとんでもない悪党だ。実はこれ巨大なロボットなんだよ。うわいや、嘘だろ、大変なことになったぞ。マルコが言ってた通りだったのか。これ以上悪いことなんてない。だからやっぱり島に戻って助けなくちゃ。よっしゃ、仲間のマルコを助けるぞ。俺たちの未来のため愛をかけて戦いを挑もう。モンキーラッシュ。ごめん、間違ってスイッチ押しちゃったみたい。あ、またやっちゃった。